こんにちは、皆様、作曲家の池です。初めましてじゃないのかな、とりあえず僕の音楽をいつも楽しんでくださってありがとうございます。サンクチュアリの方はですね、もちろん映画だったんですよね、あれはね。で、今回はテレビシリーズなんですけど、なんとアメリカでポストプロダクション、効果音の仕上げ、セリフの録音、音楽のレコーディングからミックスダウンまで全部アメリカでやってます。なのでちょっと今までとはものすごく試みとして全世界、アメリカからヨーロッパからアジアから全部の世界に広げようという意思のもとに作られたセイントセイヤのようです。だから僕も頑張ってます。セイントセイヤファンの皆様は、もちろんものすごくセイントセイヤを愛していると思います。僕も大好きです。いろいろどんどんセイントセイヤが進化していくと思いますけども、それも含めて愛してあげてください。今後どんどんいろんな展開があるはずです。みんなでセイントセイヤを応援しましょう。大体どの作品もすごく僕なりに頑張って仕事をしているので、すごく達成感は全部あるんですけど、というか達成感があるように仕事をしているんですけど、最近ですとやっぱり一番達成感があったのはバハムートジェネシスと、バハムートのバージンソウルです。もちろんありますよ。もういつでも行きますからね。呼んでください。もういつでも行きます。呼んでー。